はい、皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。日本維新の会、国会議員団が提供する。はい。維新なチャンネル（カッコ仮）、今日も木曜日始まりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとオープニングの挨拶変えてみました。はい。びっくりしました。はい。アドリブで皆さんに迷惑をかける。まあいいや。今週も頑張っていきたいんですけども、はい、番組の冒頭に、皆さんからのメッセージでたくさんちょっといただいてる、件がありまして、はい、まあ、この後ろの方の、ことでですね、ちょっと国会議員団の幹事長の、はい、松野幹事長の方から見解が出てますので、はい、皆様にこれをまずお伝えをさせていただきたいと思います。平成25年5月16日日本維新の会国会議員団幹事長松野頼久、橋本徹共同代表の慰安婦問題をめぐる発言に関する見解。今般の橋本徹共同代表の慰安婦問題をめぐる一連の発言について以下のように考える。1、我が党は過去、現在、未来を通じて女性の基本的人権に対する侵害に断固反対する。国籍を問わず女性の基本的人権を尊重するのが我が党の基本的方針である。 2、 我が国政府の調査によれば、いわゆる慰安婦について軍や官権による強制連行を示す証拠はなかったとされている。韓国女性を強制連行し性的奴隷にしたとの国際社会での誤解を解くことは我が国政府の責務でもある。橋本共同代表の発言はかかる我が国政府の見解を踏襲したものと認識している。 3、 橋本共同代表が在沖縄アメリカ海兵隊司令官に対し風俗業の活動を進めたという発信は不適切であったと認識しており、橋本共同代表のより一層の丁寧な説明が必要と考える。以上ということでございます、はい。皆さん、これが党の公式見解でございますので、よろしくお願い申し上げます。ということで、はい、気分を切り替えまして、はい、番組を続けていきたいと思います。それではまず番組の紹介をお願いします。はい、それではいつものように今回も番組公募を行わせていただきます。まず、ご応募させていただいているのは、毎回のテーマに合わせたご意見やご質問、そして番組でこんなことやあんなことをやってほしい。応募資格は地球上のすべての仲間たち、そして提出先は Twitter ハッシュタグ維新 TV、 もしくは日本維新の会国会議員団公式 Facebook ページ、そしてメールアドレスは維新 tv@j-isin.jp。 締め切りはこの番組がある限りずっとお待ちしてますので、皆さんどしどし応募してください。はい、可愛いって来てます。 ありがとうございます中丸さん疲れてるとか疲れてないですよ、全然元気ですよね。はい、全然元気です。今から少しずつ徐々にエンジンかけていきますので、はい、今日のゲストのご紹介をお願いします。はい、紹介させていただきます。はい、本日のゲストは谷畑隆衆議院議員です。お世話になります。お願いします。で、水戸正史参議院議員です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。杉田水脈衆議院議員です。よろしくお願いいたします。お願いします。髪切った？はい、切りました。はい、ね、はい、イメージチェンジ、はい、で後ろの列行かせていただきます。参議院議員福岡選挙区第一支部長吉田俊之さんです。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。参議院議員比例区第43支部長山崎大さんです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。東京都総支部政策委員練馬区担当松岡理香さんです。こんばんは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしま
なんかね、空気が変とかね、いろいろ書かれてます空気あの、あの、別に変じゃないです、はい、はい、というわけでね、今日も、頑張ってやっていきたいと思います。なんか、今までね、と違って、はい、こう、文字がこう、常にこう、流れてるとついつい読んじゃうんですよね。そうですね、私もずっと目画面を見てしまいます。ね、読んでんですけど、読んでると番組な僕もただごちゃになっちゃうんで、まあ、しっかりと、はい、進めていきたいと思います、はい、まずたくさんメッセージをいただいてるんですけども、今日一つ目のテーマは、はい、一つ目のテーマ、日本維新の会に期待することということで、はい、はい、いいですか。はい、はい、来ているメッセージ読ませていただきます。はい、大阪なでしこさんからです。期待すること、日本維新の会の原点、既得権益の是正を強く希望しますということです。うん、いかがですか。はい、いや、おっしゃる通りで、この過去20年間日本の社会そのものが大変な閉塞感、経済成長はしないし、しかももう政治不信がもういっぱいでですね、もう内閣が次々と変わっていくと、まあ、こんなことで国民の皆様をええ加減にしろと、うん、まあ、そういうことで日本維新の会が3年前に大阪維新の会としてまあ発足をしたと、うん、そして、この9月にですね、やる国政に初めてチャレンジをする、うん、はい、初めてチャレンジしてね、54議席を取ってね、1200万票を取るということはね、これはやっぱ日本の政治史上、はい、私はなかったと、はい、こう思います。そうです、ね、だからこれを言ったら何かと、一つはやっぱり日本頑張れと、強い日本を作ってほしいと、うん、まあ、こういう期待だと思うね。それはやっぱり今日の閉塞した社会を打破すると、うん、そしてこの力強い日本を作って、うん、頑張ってほしいと、まあ、こういうことだろうと私はそう思います。はい、ありがとうございます。水戸議員はいかがですか。あ、はい、既得権益ですね、はい、まあ、戦後のこの60数年間経った中でのほとんどが自民党政権、まあ、保守党政権だったということですね。ですから、ずっとそのもたれ合いなり合い、まあ、しがらみというのは、まあ、こう多いだということで、まあ、それを断ち切るために民主党政権交代をしたんですけども、まあ、民主党は残念ながらああいう結果に終わってしまったと。で、自民党政権がまた復旧したわけでありますけども、まあ、今までの、まあ、悪の温床を作ってきた経過があったということで、また二度同じ繰り返しをするんじゃないかというような懸念が随分とあると思うんですね。で、これは、まあ、私もこの6年間取り上げてきたことで、まあ、税制面もそうなんですね、はい、いろんなの特定の団体とか業界とか企業に対してですね、非常に恩恵点を与えるような税優遇制度があると、うん、これを断ち切るために透明化法という法律を作ったんですね、うん、民主党政権では、はい、しかし今自民党政権になってこれを本当に等しくできるのかということは非常に私は疑問に思ってますので、うん、やはりそういうところをやっぱりこの維新の会が切り開いていくと、活路を見出していくということは必要かなと思っております。はい、はい、ありがとうございます。今ですね、このコメントの中で、はい、共産党との違いを何か、はい、見せてくれって書いてありました、ね、って書いてあったんで、ぜひどうぞいや、既得権益のお話からですけれども、既得権益といえば今水戸先生がおっしゃったみたいですね、いわゆるもうガチガチの医師会だとか農協だとか、そういう団体を思い浮かべると思うんですが、一番の既得権益って、またこれ言うとあれですけど、左翼性欲だと思ってるんですよね。で、それをすごく知らしめたのがダブル選挙大阪の時なんですけれども、維新の会 の、 松井知事とそれから橋本市長が出た時にですね、自民党や民主党だけではなくて、そこの上に共産党まで乗っかって必死に戦った、うん、だから共産党っていわゆる我々から見れば左翼性欲だと思われている、そういうふうなところももうガチガチの既得権益を守りたい人 でそこのところが今まであまり既得権益って言った時にそこのところが出てこなかったんですが、私は実はそこが本当に根深くって、そこをひっくり返さないといけないというふうに思っています。うん、なるほどね。それではですね、はい、ちょっと今日、まあ、後ろにそうですね、各支部長にもね来ていただいているので、はい、まあ、自己紹介も兼ねて、はい、まあ、維新の会に期待することということで、まあ、自分たちがね、はい、今からどういうテーマを持って、頑張っていくのかというのをお一人1分ぐらいで順番に、
はい、はい、お願いします。そしたらですね、さっきからリカちゃん頑張れとかすごく異常なメッセージが入っている、はい、なんか妙にネットってこう、はい、女性に対して見ようとされちゃう、ね、なんだけど、ね、中丸疲れてるのかとか僕に対してね、大体すごい冷たいんですよね、みんな雑な視界変われとかねやっぱ当たり前だろとか来るでしょもうリカちゃんとかね、てね、それがネットですとかね、すごいな、もう早くも人気もない、はい、場所変わるかほんまでは東京都総支部の政策委員、練馬区担当の松岡里香さん、はい、お願いします、東京都総支部政策委員練馬区担当の松岡里香と申します。私は地域の子どもたちは地域で育てることができる、そして地域のお年寄りは地域で見守ることができる、そして子どもから人生の大先輩までのおじいちゃんおばあちゃん世代までもが世代間交流ができると、血の通った温かい町づくり、東京都づくり、そういったことをしていきたいと思っております。日本維新の会は地域の在り方、地方の在り方を考えております。そして地域の特色、これを生かした人材づくりをしていこうとしています。私もその地域の特色を生かした子どもたち、そして戦争や苦しいことを経験してきたおじいちゃんおばあちゃんたちがその世代間交流を通して、いろいろと心の交流ができる、で地域で愛情を持って育てて、愛情を持って叱ってやれる、そういったまちづくりをしていきたいと思っております。こういう現場は初めてでございますので緊張して、はい、ちょっと話がちょっとまとまらなかったかもしれないですが、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、じゃあ男性いきましょうか。はい、はい、それでは次、参議院議員比例区第43支部長山崎泰さん、お願いします。はじ、い、めまして、比例区の山崎泰と申します。私はたまたま税というものを入り口と出口両方から見る仕事をしてまいりました。過去は都議会地方議員として税の使い道を決める側におりました。で今は納税者の代理人として税の入り口、きちっと納税者の皆さんに税を払っていただく、たまたま税というものを入り口と出口両方から見てきた感覚とすると、税ってのは重いな、借金してまで税金を払うというのはこの日本の国民ぐらいだな、そういった意味で税の重さを、まあ、たまたま仕事上感じてきました。そういった意味で言うと、もう何でもかんでも全て税にぶら下がる依存の体質だと、なかなかやっぱこの国はもう立ち行かないと思いますので、そういった意味で言うと自立をする、個人も自立して、地域も自立して、会社も自立して、国家も自立して、そして強い国を作って本当に弱い人を助けていくと、そんなことを日本維新の会に心から一員として期待しています。以上です。はい、はい、ありがとうございます。では、参議院議員福岡選挙区第一支部長吉田敏行さん、お願いします。皆さん、こんばんは。あ、先日人口が150万人を突破しました福岡市博多からやってまいりました吉田敏行でございます。九州の基幹都市として、なんとか、2人区この1枠を取るために今福岡県内を這いずり回って皆さんに維新の考え方をお訴えをさせていただいております。その中で私が2つ挙げさせていただくのは、自民党にできないこと、民主党にできないこと、これを2つ挙げさせていただきます。1つはですね、やはり既得権益、これを打破できないということでございます。今日この収録の現場はため池というところにありますけど、この周りにもですね、財団法人たくさんおります。で、この中でもう本当に誰もいない中で事務員が1人いたりして、でその中で組織はたくさんの人がいたりして、これ税金の無駄遣いですね。民主党にもできなかったんです。でもう一つ、民主党ができなかったことは、学級崩壊したことは言うまでもありませんけれども、やはり仕分けはしましたけど、何ら3年半前と変わっておりません。今の現実はこの辺に切り込んでいきたいと思っていますし、私は参議院議員に当選しましたら、中から参議院議員を、参議院の定数削減を含めまして改革をしていきたいというふうに思っております。はい、ありがとうございます。はい、本当に皆さん今熱い思いを聞かせていただきましたけども、まあ、熱い思いといえば本当に熱くなりましたね、最近ね。本当に急に熱くなりましたよ ね、 ね、ぜひね、ベテランの方にお伺いしたいんですけど、あれ、国会議事堂の本館ってなんであんなに熱いんですか？
建物がもう古いから仕方ないんですか、ね、いやいや、そうやなくて、やっぱりあの地球環境ということで、はい、あの温度を、はい、少し今までと違って少し低く、あの、自然に合わせてるという、うん、あ、そうなんですか、じゃあ今までは涼しかった、そう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 、なんです、だからこれはやっぱりそういう地区環境を守らなきゃならないという、うん、そういうことやっぱりそういう意味で、そうですね、なんですね、うん、それでもうネクタイになってくる、うん、ね、はい、あの本当暑くてですね、座ってるだけで汗が出るんですよね、そうです、私昨日本当に暑いなと思って、ね、あの皆さん言ってそれと与野党の激突があるから、余計暑いんですかね、そうなんですよ、あの私何度も言いますけど疲れてないですから疲れてない、大丈夫大丈夫大丈夫、疲れてないです、一番元気だ疲れてないですから、ね、うん、大丈夫だ、はい、はい、じゃあちょっと次の方に行きましょう、はい、はい、安藤さんから要望ということでいただいております、維新の会への要望、11本の野党を言われる独自法案を提出をよろしくお願いします、支持者の間からも国会議員団は何をやっているのかわからないという声が上がっています、せめて支持者ぐらいは納得させないと幅広い支持は得られませんよということで、ちょっと厳しいご意見いただいてますけれども、うん、どうでしょうか、あのやっぱり国会というのはあの法案を作ってですね、はい、そして国民のニーズをしっかりと吸収して、はい、そして戦っていくということが非常に大事で、私はやっぱりこの日本維新の会の54名のもうほとんど新人が多いんですけども、本当に皆よう頑張ってる、頑張ってると、あのそういうように実は思います。で特に今度の法案でもですね、あのいわゆる、一番あんまり知られてないけども財政再建法ってやつもね、これは一定程度あの成長戦略の中で予算をどんどん使っていこうという空気の中で、やっぱりここらはキラリと私は光ってるんじゃないか、うん、はい、それと国会も60年ぶりにですね、うん、予算を、うん、修正をして、しかもそれをちゃんと数字をもう叩いて、うん、それで、5兆円を減にしてですね、はい、しかもしっかりと必要なものには予算をつけていこうと、うん、こういうことをまず維新がやったってこと、はい、これは私は高く評価できるんじゃないかと思います、うん、はい、おっしゃる通りです。あの谷川先生おっしゃった、昨日あの参議院で予算、うん、そうですね、締めくくり総括、うん、はい、採決しましたよね、うん、やっぱり民主党を含めて反対はいいんですけども、うん、反対するならじゃあお前は何を考えてるんだと、反対だけいいのかって話、うん、当然出てくるんですね、うん、じゃあ無責任じゃないかと、そしては免れないと、うん、まあ、維新は港と組んで、まあ、あの時は予算委員のメンバー3名しかおりませんでしたけど、うん、もう圧倒的少数で修正案はですね、うん、否決されましたけども、うん、多数で否決されましたけども、うん、我々3名は賛成もあったということで、非常にその意味ではね、うん、まあ、ある程度竹槍かもしれませんけども、やっぱりこの維新の会の基本的な方針を示したことは、はい、はこれは大いに有意なことだと思いますし、すべ、うん、てのものに対して反対すれば対案があればということになるかもしれませんけども、少なくとも必要最低限のものはね、うん、やっぱり我々自身の姿勢を示していくことはですね、はい、非常に有権者にとって分かりづらいと、うん、分かりやすいということで、これからもどんどん、ね、うん、はい、衆議院からも参議院からもやっていきましょう。そうですね、ね、よろしくお願いします、はい、うん、ちょっと3名は少なすぎるんでそうです、やっぱり力つけないと、まあ、次は2桁に、はい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 、ちょっと力つけないところはね、はいはい、今日日本法案出した話もあれですよね、うん、今日の午後3時に日本法案を提出しました、はい、早速、はいはい、特に国民投票の、うん、法案については、うん、あのまあ、みんなの党と共同路線ということでしてたんですけれども、うん、なかなかあのこちらでも議論しないといけない、こちらでも議論しないといけないで時間がかかるということで、今回一応あの我々の党だけであの出させていただいたということで、うん、スピードの方も相変わらず重視しておりますので、うん、よろしくお願いいたします。まあ、参議院選挙に向けての公約作りも今、はい、やってましてですね、まあ、今日もそういう会議もあったりしたんですけども、はい、よくうちは改革だけじゃないかと、その先が見えないとかっていう話もある中で、まあ、経済政策を考える部会がありまして、ね、まあ、その中で、かなり経済政策、ね、はい、要はアベノミクス風でいうと第3の矢、はい、成長路線の部分、うん、もちろん規制緩和だけではなくてですね、うん、具体的にまあ中小企業から未来産業も含めてですね、はい、まあ、どういったことを打ち出していくかっていうのも、はい、
乞うご期待、していただければですね、しっかりと今から出していきますので、公約を練りに練っていますね。はい、今からもうエンジン全開でですね、はい、夏に向けて突入していこうと思います。まあ、この今一番大事なのはね、はい、この日本一首の会というのは、はい、あの税制非非というのはこれ非常に大事なんだよね。そうです。従来の野党というのは、はい、基本的にはまあ全て反対にやっぱり仕事を引くというのが今までの国会なんですよね。はい、しかしまあ我々これ補正予算などは、うん、これ賛成をしたということね。はい、これはやっぱり20年間の閉塞した社会でね、うん、やっぱ経済成長をする社会、はい、まあ、そういう意味では安倍さんにとっての政策についてもいいものは我々もちゃんと支援しましょう。日銀問題含めてね、はい、あのデフレから脱却というのはこれやっぱ国民が与野党超えてね、はい、あの私は実現せねえかもんだと、うん、でこのことについて日本維新の会が大きな力になったということだけ理解をしていただきたい、うん、こう思います。そうですね。もう特に、まあ、今回の、まあ、まだ終わってませんけど国会の中でも是々非々で、まあ、我々が自民党さんと一緒にやってきた、まあ、一緒にっていうのもあの、まあ、例えば質問とかですね、先頭を逆に走って、はい、あの刺激を与えるような、まあ、質問を繰り返したり要望を出したり修正案出したり、はい、付帯決議出したりですね、まあ、いろいろ本当に今回させていただいたと思うんで、まあ、まだまだ本当に今からだと思うんですね。そうですね。はい、米4万回、はい、読みました。あんま気にしないでこれ中で読んでる、はい、でちなみにちょっと女性陣に対してですね、今コメントの中で、はい、今日こう白で統一したんだなと。そうですね、先ほど書いてありましたね。本当に、これ私も本当3人白なんですけど、はい、はっきり言います、たまたまです。私もコメントをさっき拝見して、それで、あ、本当だと思ったんですけれども、たまたまです。私もコメント見るまで気づきませんでした。はい、本当やね。本当ね。まあそういうわけでですね、他に何か来てますか。はい、そうですね。ツイッターの方見てみますね。はい、なんかこれ見ちゃうんですよね。なるほどな、さらわれてしまう。見ちゃうんで、いいか、非常に、あはは、日程国旗、日程の普通の日本の国旗ですね。はい、日の丸です。私は中丸です。はい、ちなみにさっきコメントで、はい、中丸って何者って書いてあって、何者、議員なのとか書いてあったんで、一応衆議院議員でございます。アナウンサーか何かと思われて。いやいや、そんなね、こんな下手なアナウンサーいない。そんなこともない。それ言ったらだってね、元アナウンサーですもんね。いや、私報道記者でして。あ、報道記者、はい、番組を作る方が。あ、そうなんですか。そうなんですね。もうぜひ、いやいやいや、もうぜひ当選された暁には番組の台本を書いていただき、今ね、台本も進行表も何にもない番組なんで、本当にもうね、私が本当好き勝手にやらせていただいて、すごい能力だね、それは。すごい能力だ。うまいですね。いやいや、かなり無理を。びっくりした。何の打ち合わせもないですから、ね。はい。で、7月の参議院選が終わるまでは頑張りますね。はい、で、もうその後は、今回、あの他にもね、はい、あの元アナウンサーの方とか、あの吉本のお笑い芸人だった方とかおられるので、はい、ぜひとも、そうですね、この席を交代させていただいて、はい、いやいやいや、あの子上手です。というわけでですね、はい、まあ、政界再編来るというようなちょっとの来てるんですけども、はい、まあ、維新の会に期待することで、特にこの参議院選後、まあ、そういったものマスコミ、まあ、週刊誌等々いろいろ出てると思うんですけど、うん、まあ、結果が出ないとわからない部分があるんですが、うん、谷畑大臣とかその辺どう。私はね、やっぱり政策実現しようとすれば、はい、やっぱり政権というのは非常に大事なキーワードなんですよね。で、特にあの日本維新の会というのは、日本を強くしていくにあたってはこれも一番大事な、うん、まあ、政党だと私は思います、うん、はい、というのはね、維新という限りは明治維新でしょ、はいはい、あれだけの幕藩体制が崩壊してね、うん、明治などはわずか10年の間に日本の国家の基礎を作ってしまうわけだから、うん、やる兵役の義務だとか租税だとかですね、しかも市民平等だとかですね、学生制度だとかですね、だから私は今日本もやはり構造的な統治機構というものは一番大きく問われているわけですので、私はそういう意味ではぜひこの参議院選挙を勝利させていただいて、与党というのか
政権与党にやっぱりなる、うん、そして実現するんだと、うん、こういうことで私は行かなきゃならないと、こういうのもあっています、うんうん、そうですね、うん、どうぞ喋ってちゃうから、まあ、政界再編ってずっと言われてるんですけれどもね、はい、なかなか難しい部分っていうのはあると思うんですよ。ただ私はいつも思っているのは、前は民主党がすごく大きかった、でもその民主党の中にもまあ、すっごく保守の人もいらっしゃれば、うん、全然違う方向の方もいらっしゃるし、うん、実は自民党の中にもいらっしゃるんですよね、うん、だから自民党今アベノミクスが非常に好調ですし、それからまあ、安倍さんというのは本当に保守の方でっていうようなところもありますけれども、うん、まあ、今は支持率高すぎですからね、まあ、そうですよね、そうなるとなかなかその大きなまんまでいってしまうと、うんうん、じゃあ決まることも決まらないっていうようなことが出てくるかと思うんですよね、うん、きちっとした態度が示せないっていうようなところがあるので、うんうん、そのあたり私は維新っていうのは、うん、本当に改革政党ですし、それからきちっとした保守政党であるということで、うん、そこのところは皆さん本当に一致をしているので、うん、とてもいいと思っています。そうですね、はい、まあ、例えば、まあ、今安倍首相のお話が出たんですけど、うん、はい、まあ、村山談話を含めて、うん、はい、まあ、結構まあ、我々の質問等の影響もあってたと思って、まあ、非常に強気で進められ、うん、初め安全運転がちょっとアクセル踏み気味になったのが、またちょっと最近アクセル外し気味になってですね、うん、まあ、先日の委員会なんかでもその、まあ、村山談話を踏襲して、この談話も踏襲して、うん、新しい安倍談話をっていうようなことをまあ言われたりとかですね、うん、はい、まあ、その自民党ってやっぱり非常に大きな党な分、やっぱりそのいろんな方向に振りやすいと、はい、昔以前ここに平沼、うん、代表代行が来られた時に、うん、自民党を表して自由自在党とおっしゃってましたんで、まあ、そういうところもあったりするんですね、うん、だからまあ我々は、まあ、その辺はもう一貫してますし、まあ、党内でその、まあ、俗に言う右もいれば左もいるみたいなことはまるでなくて、もう本当に まあ、右翼かとかよく言われて、全然右翼ではないです我々は普通です、はい、日本という国を愛しているだけなん で、はい、でね、本当に54名の議員団が、これ私はじめはほとんどは新人ですのでね、はい、どのようにね運営中が行くのか、正直な話ちょっと不安を感じてましたけども、うんうんうん、まあ、しかし上手にね、ちゃんと、54名の議員団の意思疎通とか組み上げられて、うん、そしてやる国会議員団の統治機構というのが、うん、スムーズに、はい、そしてみんなが議論をして、うん、賛成反対という法案のことについてやっておられる、やってきたというのはね、うん、これ非常にスムーズなスタートをしていると、うん、こういうふうに思いますね、うん、水戸議員なんかいかがですか。そういう、まあ、維新の会は、まあ、そのガバナンスは最終的には多数決で決めると、はい、いうことが非常にこれがあるから、そのお尻があるから、うん、結局最終的には話をして、うん、そしてどうしても意見が合わない場合は多数決の判断をすると、うんうん、民主党政権はこれはできなかったんですね、うん、だからこそああいうふうにして内部分裂をしてしまったってことですから、うん、まずここをちゃんとしっかりした中で、まあ、限られた時間内においては、うん、いろんなことを権限が掛けり合うということはちょっと非常にいいことだと思ってます。それが風通しのいい党内運営になるし、うん、見えやすい、まあ、党内運営になるということになりますので、うん、はい、非常にまあこれからますます皆さん思いのことを言い合ってですね、うん、はい、そしてお互いに論議を交わしてやっていくことは非常に僕は健全な党運営だと思ってますね。リカちゃんリカちゃんってたくさん、はい、リカちゃんの話を聞きたいやっぱりリカね、まあちょっと一言はい、まあいろいろね、維新の会にそのやっぱり改革だとか、まあそういろいろ期待するたくさんで、まあ今その、まあ、今回12月16日にまあ投開票があって54議席というのをいただいてですね、はい、まあ、その7割以上が新人という中で、なんとかこの約半年、はい、まあ正直本当に割と順調に、国会でのよく頑張ってます本当にね、まあ、本当にみんな頑張ってると思うんですけど、うん、まあ、今からその都議選にねやっぱりチャレンジするにあたって、東京都の中で日本維新の会でこんなことしてみたいとか、はい、まあ、できるだけちょっと短めに簡単にこう言えることあったら、はいはい、お願いします。やっぱり日本維新の会がどうしてその東京都議会、そしてこの日本にとって大事かっていうのは、
やはり地方や地域で組長を経験されてきた先輩方もたくさんいらっしゃいます。そこはやっぱり他とは違うところだと私は感じていますし、そしてまた新人の私たちというのも本当に一般の方たちの気持ちも本当に組んでいけれるというところも強みだと思っています。私なんかはずっと音楽を通しての、はい、教育というところで活動しておりまして、ですからそういったいろんなジャンル、そしていろいろな経験をしてきた方たちの集まりだっていうことがやっぱり強みだと思っていますので、そういったところを全面的に出していきたいなというふうには思っています。はい、ありがとうございます。それでは参議院にね、やっぱりチャレンジされるお二人に順番に、はい、それでは吉田さんから。はい、今日は3人の先生方、やはり私も昔先輩からインパクトである言葉でコンパクトに喋れっていうふうに教育をされてきたんですけど、今は僕街頭に毎日立ってまして、どうもアドレナリンがもう出っ放しでですね、なんか肩に力が入ってまして、でも今日3人のお話を聞いてると、本当肩に力が抜けて、こう政策とかそういうのをしっかり訴えられてるので、今日は大変勉強になりました。ありがとうございました。そのプロになれば以上でございます。はい、まとめたら山崎さん。はい、ありがとうございます。これまでやっぱり長年この国の政治の中でこう言い出しっぺになる政党というか、起爆剤になる政党というか、やっぱなかなかやっぱそれなかったような気がするんですよね。そういう中でその68年経って初めてここまで日本維新の会があったこそ、その本当にその憲法の論議がですね、本格的にやっぱり争点になるし、憲法そのものはやっぱ国の形の根幹の話なので、なかなかこれがそれまで60数年間もされてなかったことそのことがおかしいと思うので、そういった意味で言うと本当にもう言い出しっぺ、起爆剤になるというような思いで、我々も今回の参議院に向けて活動していきたいなというふうに思ってます。ですね、いろいろある中で、オープニングで説明したんですけど、はい、橋本代表の、ね、慰安婦問題について相変わらずたくさん、メッセージを、いただいてるんですけども、同じこと何回も言うのもあれなんで、この番組はですね、はい、動画として、アーカイブって言いますかですね、いつでも見れるように、はい、してますので、前半のオープニング部分で、日本維新の会国会議員団としての見解を、はい、幹事長声明をですね、出させていただいてますので、ぜひとも番組収録をもう一回そこを見ていただけたらと思います。はい、はい、ではというわけで次のテーマへ、はい、はい、それでは2つ目のテーマに行かせていただきます。はい、経済の成長戦略とグローバル化に伴う人材育成ということで、日本がこれから成長していくにあたって、はい、グローバルな人材を作っていかなければならない。これは維新の公約にもあったと思うんですけれども、ね、うん、英語喋れますちょっとぐらい、はい、ちょっとぐらいね、はい、はい、ということ This is a pen っていう人昔いましたね、まあ、ちょっと古いですけど、いや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 、はい、今でも生きてるわ、はい、大丈夫ですか。大丈夫、はい、というわけでじゃあ来てましたね、コメント。あ、そうですね、はいはい、岩崎さんからメッセージをいただいております。グローバル人材よりもグローバルリーダーを育てることが重要だと思います。いくらグローバルな人材であっても世界でリーダーシップを取ることができなければ何の意味もなさないのでは。今世界と比較して日本に足りないのはリーダーシップだと思います、ということでメッセージをいただいております。谷畑先生、いかがでしょうか。このアベノミクスの中でそれを一番実現していくのはやっぱり人材なんですよね。でこれはどういうことかといったらですね、この雇用問題とかそういう問題は厚生労働省ということになってるけども、これではもう全然ダメだよね。やっぱり文部科学省、それから経済産業省、そういうところはやっぱ一体になってね、そしてやっぱりどう人材を育てるかということをしない限り、大学を昔まで大学の先生が論文一回書いたらそれでずっとおるとか、それから学生も大学入るまではもう必死で勉強するけども、もう入ってしまったらもう我が世の春ということになってしまったりしてね。で私この間韓国の友人のとお話しし、そこの家族を見てましたらですね、子供一人がアメリカに留学して、そして留学した子供がまた北京へ留学するという、もう非常に国際的なんですよね。
ところが日本の場合はどうしてもこの内向きになってしまってですね、だから私はやっぱりそういう意味では大学改革というやつはこれは非常に大事じゃないか、だからあの経済界が求めるものとそして大学が出していくというところとかこのミスマッチをやっぱりきちっとしていくという、でそのためには厚労と経済産業省と文科省がやっぱ一体になってですね、私を推し進めていくという、ここにやっぱりこれからの日本のですね、あの生きる道というのがになるんじゃないかと、そんなように思いますね。水戸議員、どうぞ、まあ、昨今はですねやっぱり草食系の男性がかなり増えておりましてですねやっぱりこれいかんなと思ってるんですよ、まあ、今谷橋先生がおっしゃったようにやっぱり内向き思考が随分強すぎるなと、これはやっぱり日本の構造的な、まあ、問題もあるんですけども、やっぱり日本に対するというかこれ日本がこれこうどういう形でこう展望を開けていくかということに対してですね、その夢も希望も非常に失せているということですね、やはりこれはもう日本の今までの右肩上がりの経済、右肩上がりの成長からですね、人口減少社会に入りまして、なかなかこういう夢を持てないような、そういう時代が、まあ、この青年少年にですね反映してしまっていると。だからやはりここで維新の会も含めてなんですが、いかにこの活路を見出していくかということについてのやっぱり全てがバラ色になるわけじゃありませんが、まあ、そういうことを含めてですね日本はこれがどういう方向で切り開いていくかということのですね、道筋をちゃんとした国家ビジョンを考えていく必要があると。そのためには道州制とかですね統治機構と、まあ、行政政治の、まあ、大改革ということも含めてなんですが、まあ、そういうことを含めてですね日本のあるべき姿をですね、まあ、憲法改正も当然その視野に入れながら、説明していく必要があるかなと、こういうことによってやっぱ政治がやっぱりある程度の責任を持っていく必要があるかなという気がしてますね。まあ、今 の, あのコメントの中でね、グローバルリーダーというのがあったんですけど、まあ、まさにその世界を股にかけた企業も非常に多い中で、まあ、その実際に、まあ、日本人である日本企業とで働きながら、まあ、東南アジアだったりヨーロッパだったりアメリカ南米だったり、あのいろんなところでアフリカだったりいろんなところでやっぱり働いてる本当にその海外の人と一緒にチームを組んでやってるリーダーの人っていると思うんですけど、まさにあの杉田さんのねご主人なんか世界を股にかけてお仕事されてると思うんですけど、まあそういう中でそういうグローバルリーダー像ってどういうふうに思われますか？あのグローバルリーダーっていうのがあの育てていく環境っていうのがですね、どんどん日本って悪くなっていってると思うんですね。だから私あのグローバルに伴う人材育成って時間かけないといけないと思ってるんですよ。で私たちのところではあまり出てこなくっても、例えば私たちの子どもの代とか、その先の代にやっぱり世界でリーダーになれるような人材を作っていく、そのぐらい私時間がかかるっていうのは今の日本の中の状況っていうのをまずしっかりしないといけないと思っていまして、であの例えば英語がすごくできたとしたって英語で喋る内容がなければ、例えば日本がどんな国だとかどんな歴史を持っていてとかどんな文化を持っていてっていうようなことがきっちり喋れなければ、いくら上手な英語が喋れたところで全然世界の人たちは相手にしてくれないんですよ。ましてやあの今国旗国家とかっていうのを学校で教えないとか、まあ、それをちゃんと大阪ではしましょうっていうような条例を作ったわけなんですけれども、例えば自分の国の国家を知らないっていうような人をアメリカ人やフランス人が相手にしてくれますかって話なんですよね。そこから日本はやり直さないといけないので、でもそこはしっかりやらないといけない。だから私はいつもあの日本の改革は時間がない、残されてないので早くやらないといけないというのは時間がかかるからなんです、で時間をかけてやっていって、それでやっぱり私たちの子供の代では本当にあの世界のトップで他の国の人たちと渡り合えるようなリーダーがもっともっと増えて、そして世界の問題を解決していくようになっていってほしいと思いますし、そのためにはまず今日本にある問題を我々大人が解決しないといけないと思います。それでね、大阪維新の会が日本維新の会の、まあ、この原動力になるんだけども、その大きな柱がやっぱり教育委員会の改革なんですよ。それは教育委員長をね、あの基本的にはあの高専制にしようじゃないかと、もっとあの教育をこういうふうにしていくんだと、こういうことで選挙したあの教育委員長を作り出そうじゃないかと、そこが大きな原点だと思うのでね、そこらも教育改革のうちの一つだと思いますね。それと先ほど
水戸議員がですね、はい、あの草食系という言葉を言われたと思うんですけども、はい、まあ、最近友達を作ることがですね、苦手な人多いんです。やっぱりその、まあ、特にあの外国の、ね、はい、欧米の方っていうのは非常にオーバーアクションで、うん、はい、もうね、フランスなんか知らない人でもあったらこうね、やらないんですけど、ほっぺにチューしたりとか、ね、あのするじゃないですか、はい、あの要はそういう、こう非常にコミュニケーションとかスキンシップもうまいですし、うん、はい、あのやっぱそういうそのまあ、社交術っていうか、やっぱそういうのを身につけていかないと、はい、でさっきやっぱり杉田さんが言われたように、うん、自分の国のことはやっぱり自信持って語れないと、相手はやっぱり認めてくれないっていうのはあると思うんですね、はい、特に国外の場合は、うん、ということですね、はい、今日もちょっと飛び入り参加が一人もらいましたのでね、ウェルカム。今日はあの2列目で、はい、あの来てる、どこかお医者様だ、河野大医師です、はい、グローバル人材についていかがでしょう。いきなりいきなりですか、はい、いつもいきなりのもう植口さんに振られて大変困ってますよね。いつもビリっていうメッセージがさっき来てました。はい、そうです、答えないです、答えてください代わりに。どういうことですか。私かぶってるらしいんですけど。ああ、かぶってる、あ、はい、あれ、無茶ぶり、無茶ぶりです。はい、すみません、あの大ちゃん出ないのって、今日は出ないです、今日は出ないです、はい、大ちゃんはね、ということでですね、次の質問で、はい、なんかありましたか、そこで、はい、安藤さんからメッセージをいただいてます、はいはい、うん、グローバル経済の人材育成についてということで、正直苦手な分野なのであまりよく分かりません。グローバル化に対応するには英語の能力と自国の歴史、他国からは日本はどのように思われているかということを知ることが必須でしょうかということなんですけれども、うん、今あの私が思うのは、日本 の、 あの若者っていうのは本当に海外に留学していく人数っていうのがすごく減ってきていますし、うんうん、そしてまたあの就職するときもやっぱり希望勤務地として日本国内を希望する学生っていうのが本当に多いと思うんですね、うん、それに比べて東南アジアですとやはりあのかなり外国の方に留学するっていう学生も非常に多いので、やっぱりあの若者がもっと活気を持って外に目を向けていくということが必要だと思うんですけれども、先生、あの谷畑先生どう思われますでしょうか。今ね、あの杉田議員もおっしゃったようにね、うん、あのすぐにという効果ということじゃなくて、うん、やっぱり裾野をあのしっかりと小中高を含めてね、あの作り上げていかないかん。これはあのやっぱり地道に教育制度そのものを、しっかりした言葉を作っていくために、うん、作り上げていくという努力がこれ必要だと思うね、うん、そのためには制度も変えなきゃならないなと思うんですね、うん、それと中丸議員がおっしゃったようにね、はい、まあ、本当にね、あの就職しても3年間で辞める人は少いの多いんですよね、うんうん、でそれはやがてずっと、まあ、フリーターになったりね、うん、非正規側にこう入って、うん、そしてそれがまあ基本的にまた貧困層をまあ形成するということにこうつながりかねないね、うん、でその問題はどこにあるかといったら、やっぱり人見知り、うん、そして人とのこう会話ができない、うん、付き合いができない、うん、ということになると思うんですよね、うん、だからそこはやっぱり、幼児教育から等含めてね、やっぱりこう所詮人間というのは人間社会があって生きられるわけで、一人で生きられることはないわけで、そこをやっぱ常に遊びだとか学びだとか、そういうことをしながらやっぱりこう人が成長していくということをね、我々がしっかりとやっぱり旗を振ってあのしていかなきゃならないんじゃないかと、私はまあそう思います。そうですね、だからグローバルな人材っていうのは、まあ、例えば日本国内だと学歴とか、うん、まあ、そういったものっていうのが非常に大きな影響を今でも持ってると思うんですけど、やっぱりグローバルで必要な人材って もちろん知識経験はあるのは当然として、やっぱり人間力、人間的魅力っていうのがやっぱりないと、あの国籍の壁を越えてですね、本当にいい関係ってなかなか作っていけないもんだなと。そうですね、なかなかね、日本でそういう教育っていう場が少ないっていうのは、やっぱり留学してもらったりとかですね、はい、まあ、そういったところっていうのはやっぱ増やしていかないといけないというところがあると思いますね。はい、はい、それからですね、もう一件来てまして、あ、これだ、これを読んでもらっていいですか。はい、竹庵さんから。はい、竹庵さんからです。アメリカなどではディベートが教育の一つになっています。ディベートは物事の本質を捉え、エビデンス思考、論理的思考を育てる重要なものだと思います、う
グローバルで他国の方々と対決するには非常に大事なことだと思いますので、教育の中にぜひ取り入れてほしいですというご意見をいただいています。はい、どうですか。そうですね、やっぱりそれともう一つはですね、はい、歴史教育っていうのをきちんとしとかないと、ディベートするにあたって我が国の歴史が分かってない若者ってたくさんいると思うので、多分韓国とか中国の方はそれこそ、ね、竹島問題とか、そういったのものすごい日本からすれば誤った教育を受けているのかと思いますけど、それすごく勉強してきてると思うので、それに対抗できるだけの、はい、技量を持った人になってもらわないといけないなと思います。ですね、どうですか、杉さん。いや、先ほど深野先生がおっしゃったことがそうなんですけどね、その前の一つ前の質問に、世界から日本がどのように思われてるかっていうようなことをしっかり見ないといけないっていうようなことがあったと思うんですが、私は実は去年アメリカに半月ぐらい行ってきまして、向こうのいろんな主要な方とお会いしてお話ししたんです。これ予算委員会の質問で言ってますのでちょっと被る部分ありますけれども、その時にずっとアメリカの方がですね、いや、これから中国がだんだんと脅威になっていくんだと、その時に、日本と韓国とスクラム組んでそれに対峙していかないといけない、でも同じ民主主義国家なのになぜそんなに日本と韓国は仲が悪いんだということを言われて、で必ずその後に、今日話題になってます慰安婦問題を言われるんですね。で私はその予算委員会でも言ったんですけど、慰安婦問題なんていうのは国内では左翼の人が騒いでるだけの問題で取るに足らない問題だと思ってたので、あまり気にしたことなかったし、できれば触れずに行きたい問題だなと思ってましたが、あまりにもそんなことばっかりアメリカから言われる、アメリカ人から言われるので、それでもうやっぱり帰ってからいろいろ本当に勉強しました。自分の勉強不足を始めました、でそういうふうなこともあって、予算委員会で質問を取り上げさせていただいたんですけれども、やっぱり我々はそんなもう強制連行なんていうのはなかったと思っているので、何も韓国に謝る必要がない、私はそれずっと思ってたんですが、それだけではそれをいくら自分が心の中で思っていてもどのように思われているのかって言って、それをどのように発信していったらいいのかということをきっちり考えていかないと誤ったままだと思いますし、やっぱそこの部分の予算も増やしていかないと、中国とか韓国とかすごいそこに予算を割いて自分たちの言い分をアメリカとかヨーロッパとかに言っているので、そこの部分やっぱりそれに匹敵するようなきっちり日本の正しい歴史認識とか正しい日本の今までしてきたこととかを伝えるということを見て分かってくださいではダメなんじゃないかなというふうに思います、今コメントにもありましたけど、やっぱりその韓国政府っていうのは非常にアメリカでのロビー活動、っていうのも長けていると、いうのがあります。やっぱり日本の外交っていうのはこれまでもそうですけど、今もそうなのかもしれませんけど、非常にそういう戦略的な外交活動っていうのが弱いっていう意見もあるんですけど、水戸大先生いかがですか。私もこの間予算委員会を取り上げました。若干政府もね、それはある程度認識をして予算を少し付加してね、国際的な宣伝活動を、活発にやっていこうということを今標榜しているわけでありまして、やっぱり先ほど、杉田先生おっしゃった通りですね、この日本人のこの歴史認識というのはやっぱり近代史とか現代史をよく学ぶ必要があるかなと思っているんです。で今の学校教育でいけないとは言いませんが、僕は順番を逆にすると言ってるんですよ、要するに今までずっと縄文時代からやるわけですよ、結局そう、結局時間がだんだん足りなくなってですね、3学期もある、1月から3月ぐらいになっちゃうとですね、もう非常に矢継ぎ早にですね、江戸時代から明治時代、大正時代にやっちゃうから、結局そこを学ぶ時間がないんですね、先生もなかなか教えてくれないし、教える時間がない、だから結局それはもう飛ばしになっちゃう、教科書ですね。逆からもだったら丁寧に最初に平成からでもいいですけど、平成昭和大正明治というふうに言ってってですね、別に縄文時代もないがしろにしようとは言えないけども、やっぱりそういうことをしてやった方がもっとそれももちろん逆正当に順番はいいんですけど、やっぱりその時間をちゃんと確保しないとですね、やっぱり歴史認識ということを含めて、その今の日本がどういう形で国家が成り立ってきたのか、どういう形で戦争を、経験してきたかということをちゃんとやっぱり教えていくことが、やっぱり我々し日本人としての自覚とか誇りをですね、取り戻す一つの大きなきっかけになると思いますよね。
あの今すごい面白い提言、興味深い提言一つあったと思うんですけど、はい、そのあえて弥生縄文から来るんじゃなくて、はい、平成から戻っていくと、うん、まあ、これすごい近代史をしっかり学びながら、うん、それはどういう過去に積み上げ土台から積み上げられたっていうお話だと思うんですけど、まあ、非常に新しい切り口だと思うんですけど、谷畑武史いかがですか。私また違った角度から言うとね、うんうん、やっぱり政治家たるものはあんまりこうナショナリズムをね、うん、煽るということは、うん、私はダメだと思うね、うん、もちろんレガシー認識は一緒ですよ、うん、隣国をこれ引っ越しさせるわけにいかんわけですから。そうですね、こればっかりだからこれはやっぱり韓国にしたって中国にしても、うん、やっぱり議員外交は議員外交でしっかりしながら、うん、でそういう中でねお互いに理解しながら日本国として主張すべきものは主張していくという、うん、こういう感じの我々自身もそういう訓練をしながらですね、うん、そこで対応していかないと私はいかんのじゃないかとね、うん、そうしないとね外交というのは非常に難しいのがね、うん、やっぱり韓国というのは日本の1億3000万という人口じゃなくて、まあ、一応内需にはちょっと中途半端だし、うん、どうしてもこう外交ということになりますよね。そうするとどうしても中国へ向かってきますよね、うん、アジア全体も中国に向かってきますよね、うん、でそういう中で複雑にこれ絡んでいってですね、うん、しかも日本においても中国との経済関係というのはこれ無視できない関係があるしね、うん、だからここはやっぱりしっかりと政治家ってあるものは私はですよナショナリズムをあるとそういうことじゃなくてしっかりと認識をしながら全体の日本の国益をやっぱりどう守っていくかというのは私いつもそう、ね、そう思ってるんですね、はい、まあ、ちょうど今回グローバル化に伴う人材っていうテーマで今ちょっとまあ答えていただいてるんですけども、はい、まあ嫌でも地球っていうのは一つしかなくてですね、はい、一つの国だけの主張だけで成り立つっていうことはできないので、やっぱりそのバランスを取りながら、やっぱりその我々がその前回の衆議院選の前に醤油捨てて大道につくっていうことで太陽の塔と合併合流をした時にですね、やっぱりより大きな日本のっていう国を再生していこうという改革していこうという一つの大きな目的のために違うものが一つにくっつくことができるので、まあ今の外交のお話で言えばやはり例えば韓国であってもそうですし、まあ仮に中国であっても最終的にはそのお互いがみ合うだけじゃなくて、もちろん主張すべきということ国益の部分はきちんと守って歴史問題もきちんとしつつ、しかし帯同につくというやっぱりアジアの反対、まあ、それがね TPP であったり、はいはい、それから日本、中国、うん、それから韓国、それから東南アジアの14カ国とのこのアジアの包括的な、うん、こう総合的なこの、うん、いわゆる重爆協定を今、うん、テーブルにつこうとしているので、うん、まあ、そういうものを二面的にこうしながらですね、うん、日本自身がやっぱ世界に打ててるという、うん、こういうことがやっぱり閉塞した日本の社会を打破していくのが大事なです、ね、それがまあ今回の経済成長日本を仕上げていくね、うん、大事なことと、それとまあそれの力で日本国内の規制緩和をやっぱり仕上げていくというね、うん、でこれはやっぱりなかなか自民党自身もそういうんだけども、そこはできないところを維新がね、うん、やっぱりここをやっぱりやっていくなと、だから TPP のこの推進と、うん、そして東南アジアの包括的重要協定というちょっとこう両輪を持ちながらね、うん、やっていく必要あるなと私は思います、ね、そうですね、まあそういう中でまあ先ほど言ってたように、はい、その国と国が付き合うのも、はい、国の障壁で個人と個人が付き合うのも同じで、やっぱり自分というものをしっかり持ちながらですね、その、はい、自分を押し付けるんじゃなくて自分をしっかり、はい、日本という国をしっかり持ちながら相手の国がどういう国かっていうのもやっぱりしっかり歩み寄る部分は歩み寄る、はい、で自分たちをこう妥協するんではなくてですね、主張して、うん、お互いに ねやっぱりそういう部分はやっぱ欲しいというところだと思いますね、はい、って言ってる間に、はい、もうあと残り5分になっちゃいますね、早いね、あっという間やね、あっという間なんですけど、ほとんど喋ってない人もいます。これ見ちゃって、これ見ちゃったら思いますね、これこっち見えへんからな、全然これそうですね、見えへんから、いや、見えない方が笑顔で喋れるかもしれません、はい、もう本当、ずっとここ見ちゃいますもんね、ついついね、見ちゃうんですけど、さっき言って私有吉ではありませんね、はい、岡さんを呼んでくれ、もうどっかで呼びます、多分、はい、多分にしておきます、ね、はい、ということでですね、まあ今日
はい、今日もたくさん来ていただきまして、時間もあっという間にコメントもね、ちなみに4557コメントいただいております。すごいですね。ニコニコ生放送だけでなので、すごいな。で今現状見てる人が1000人ぐらい、はい、はい、生で見ていただいてまして、ありがとうございます本当に。でまあ4000たくさんのコメントで、やっぱりニコ動のいいのはやっぱりね、たくさんコメントをいただけるところ。はい、もう本当ね、有吉じゃないっていうことですね。まあそういう感じなんですけど、今日、有吉はもういいんで、今日の出演者の皆さんですね、今日の番組の感想、むしろ有吉じゃない、ということですね、番組の感想を一言ずつ、はい、言っていただきたいと思いますんで、はい、じゃあファンができたリカちゃん、はい、松岡すみません、リカちゃんになりました。リカちゃんって書いてある。もう今日の感想はひとしきり緊張していたということですが、まあ最初から最後まで通してやはり日本維新の会が言う自立する個人、自立する地域、国家、これこそがもう全てだなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。今日頑張ってくださいね。はい、また機会があればぜひ、出ていただいたらと思います。はい、じゃあ、はい、次は山崎さん、山崎大さんお願いします。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。私はたまたま今まで国際税務みたいな仕事をしてたので、やっぱこう知らないうちにですね、日本のやっぱりこう力のある経済がスーッとやっぱりこの国を離れているのに、すごくやっぱり危機感を、まあ、覚えています。まあ、そんな中でやっぱり本当にその世界に通用する人材を、はい、ここでやっぱり反転攻勢してきちっとやっぱり育てる必要があるなというような思いを、うん、持ちながら先ほど皆さん方のコメントを伺わせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちなみにですね、これ山崎さんの名刺なんですけどね、はい、さっきいただいて山崎タイっていうお名前なんですね。はい、でキャッチフレーズが日本を変えたい、はい、まあ親父ギャグですということでですね、日本を変えたい山崎タイ、はい、覚えていただきます。ということで、はい、吉田俊之さんお願いします。私は前職が取材活動とかニュース作りをしておりましたので、福岡県内含めて九州の各県の皆さんのお話をずっと聞いてまいりました。その中で肌で感じたことがありますので、それを生かして政治活動をしたいというふうに思いましたし、ただまあ、いろいろ選挙区広ございますので皆さんとお会いできて維新の理念を一人一人にお訴えすることはできませんが、はい、一つの政策が自分に合わないからといって維新を、日本維新を嫌いにならないでほしい。もいいことがたくさん言ってますし、いい理念がたくさんありますので、はい、そこを理解していただきたいなというのが、はい、私が有権者にお訴えしたいことであります。今日はありがとうございました。ということでですね、まあ、ちょうど時間も近づいてまいりまして、はい、まあはい、結構なんか坂本出ないっていう声が非常に多いんですけど、ね、まあ、多分来週は来ると思います。はい、復活していただきます。この後の米拾いっていうのはどうなるんですか。米拾い、まあしょうがないんで、先週予告して、いや予告したんで2人でやりますか。米拾い、まあ残業して米拾いちょっとだけチャレンジしてみたいと思います。はい、はい、なんかチャレンジしないとこのままみんなこっからみんなまに行きそうな雰囲気があるので、みんなまに行かせないように米拾い終わってからみんなまに行っていただいてですね。はい、ということでですね、はい、今日も1時間、あと30秒ほどで終わっちゃいますけれども、上西さんの声たまらんっていうので、じゃあそのたまらん声でもう一回番組をお願いします。はい、はい、ありがとうございます。それではもう一度番組公募を行わせていただきます。皆さんから毎回のテーマに合わせたご意見やご質問、そして番組でこんなことやあんなことをやってほしいなどなど応募しております。応募資格は地球上のすべての仲間たち。提出先はツイッターハッシュタグ維新 TV、 もしくは日本維新の会国会議員団公式 Facebook ページ、そしてメールアドレスは維新 TV @j-isin.jp。 締め切りは番組がある限りずっとお待ちしてます。はい、まあすべての仲間たちね、はい、仲間じゃない人もたくさん書いていただいてると思うんですけど、はい、もどんな方にでも同じ日本人ですから、はい、はい、皆さんからお待ちしてます。はい、というわけで今日もあっという間の1時間ではありましたけども、はい、たくさんコメントが来てですね、これをこう上手にこう目に入れつつこうこっちに集中しない方法を、なかなか難しいですね。司会うまいなって、ちょっと勉強していきたいと思います。すごい、司会上手になって。いやいや、とんでもないです。褒められてるよ。もう
私独自の議員ですよ、議員ですよ。こんな若い人と喋るの久しぶりやね。いやいや、ちょっと間違いがね、年いけない。いやいや、そんなことないです。そんなことないです。もう本当にまたあっという間の1時間でしたけど、また来週もね、ニコニコ生放送も含めて頑張っていきたいと思いますので、皆さんまた来週よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。